こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日はですね、えー、イデアと二重メタファーの話をですね、したいと思います。あの、昨日ですね、あの、村上春樹さんの、えー、騎士団長殺しのですね、ツイキャス読書会をやりまして、えー、まあ、あの、二重メタファーとイデアっていうことがですね、出てくるんで、えー、私も理解できる限りで、 お話ししたんですけども、まあ終わってみてですね、えー、なんかちょっと、消化不良感というかですね、あの、うまく、えー、説明できなかったと。で、なぜだろうとですね、まあちょっと考えてですね、えー、まあ横になりながら考えてたんですけども、まあ、まあまたですね、ちょっとあの作品について扱いたいと思いますんで、まあ今思ってることですね、ちょっと考えたことをお話ししたい。 と思いますあの SMAP、ー、の歌で「世界に一つだけの花」っていう曲がありますね。えー、世界に一つだけの花。えー、なんか一つ一つ違う影を持つとかそんなような歌ですね。えー、ナンバーワンにならなくていい。も,もっともっと特別な。あもともと特別なオンリーワン。<laughs> 何ですかなんか、歌詞はよくわかんないんですけど。まあ、あれ、あの、メタファーっていうことを考えるときですね、世界にたった一つの花っていうのはメタファーですよね。それは何を示してるかっていうと、ああいう、ああいう、メタファーのことああいうって言うんですけども、世界に一つの花っていうのは、まあ、ああいうだと思うんですよ。直接何を示してるのかわかんないんですね。それは、各々が、まあ、自分が、ああ、 自分自身の存在が世界に一つだけの花だって言うんならまあそうやって受け取るとえー、まあ自分じゃなくても家族のことをそう思うんだったら家族まあパートナーであったり子供であったりっていうのをそういうふうに思うんだったらそうですねあとは自分の住んでる町のことをそう思う自分の仲間たちをそう思うええー、自分の生まれた国のことをそう思うとかまあ いろいろあると思いますけどもまあそうやって何てうんですかねえー、いくらでもまあその意味を自分でええー、考えればまあ聞いてくる言葉ってことですねメタファーっていうのはまああの私世界に一つだけの花でまあ花っていうのはよくメタファーに使われるわけですね あの何でしたっけ NHK でやってた、はあなん「花は咲く咲く花は咲く」とかいう歌ありますねあの震災の頃よく流れたその花が何なのかっていう何のこと言ってんだか分かんないですねまあ命のことを花と言ってんだかあ何かなんだか分かんないんですけどまあそれぞれに花が咲くってことにまあ意味を見出すってことだと思うんですよそういうのがまあメタファーってことですよね で、メタファっていうのは常に意味が定まらないってことですね。それを受け取る人にとって、受け取る人が意味をつけていくものであって、えー、空っぽであると。いうことだと思うんですね。えー、そんなことを思った。思ったんですよ。で、一方、イデアっていうのはですね、昨日もお話ししたんですけど、プラトンと国家に書いてあるイデア論っていうのは、ま、あの、とにかく、 誰かとの対話によって、えー、イデアって何か分かっていくっていうのは、その、まあ、ソクラテスの考えたイデアなんですね。それをプラトンが国家っていう本の第6章かなんかで書いてるんですけども、えー、イデアっていうのは、まあ、この小説の中でもですね、そのなんか、他人のエネルギー、認識のエネルギーが必要だってことをこの騎士団長が言うんですね。だから他人もその同じイデアを見てて、意味付けをしてあげないと、 えー、そのイデアっていエネルギーが出てこないということで書いてありました。という意味ではそのコミュニケーションの中でイデアっていうのは力を持つということですね。逆に一人でいる場合はイデアっていうのは力を持たないですね。でメタファーっていうのは一人でいても花が咲くとかバラの バラのつぼみだとか。まあ、市民権で言うとバラのつぼみって言葉ありますけど、市民権って映画なんですね。なんか新聞王の、なんか一緒の話なんですけど、最後にバラのつぼみっていうのが出てくるんですけど、じゃあ、バラのつぼみって何なんだって話なんですけども、まあ、あれがメタファーになってるんですね。で、まあ、メタファーっていうのは一人で完結してるんですけども、まあ、イデアっていうのは何人かがいないと共有できないと。いうことになってんですね。じゃあ、その二重メタファーっていうのは何なのかっていうと、 まあメタファーっていうのは常にですね、振り子のように触れてるんですね、えー。というイメージだと思うんですよ。だから、たった一つの花っていうのは、えー、世界にたった一つの花っていうのは、まあ、言ってみれば、 肯定的に捉えるんなら、自分の個性ってことですね。じじまあ、人間の尊厳っていうことを言ってんだったら、自分は一つの花で他人にとやかく言われる筋合いがないと、えー。花として咲けばいいんだと。で、誇りを持って、尊厳を持って、誇りを持って生きていこうという自覚みたいなもんですね。だけど、世界にたった一つの花だと誰にも見ら、あまあ、なんていうの孤独とか、 誰にもあの理解されることがない孤独みたいなものとしても捉えられることができると、肯定的にもと捉えられるし、否定的にも捉えられると。で、そのメタファーっていうのはまあそういうもんだと思うんですね。で、その肯定、否定をまあ振り子のように行ったり来たりしてるっていうのが、まあメタファーなんじゃないのかなと思うんですね。あの、昔、民主党、今民進党の蓮舫さんですね、子の。あの。 2番じゃいけないんですかって言ったんですね。あれな、何の時に言,われ言ったかっていうと、まあ、事業仕分けの時に言ったわけですね。で、なんかスーパーコンピューター作ってて、えー、なんか1番になる必要があるみたいな言い訳をなんかそのした人がいて、2位じゃダメなんて使っていったんですね。1番である予算をたくさんかけて税金使って1位取って何の合理性があるんですかっていう意味で言ったんだと思うんですね。で、その部分だけ取り上げられて、 えー、2番じゃダメなんですかっていうことはなんか今までの,その日本の科学技術が世界のトップをリードしてきた科学技術をなんかこう侮辱してるみたいなニュアンスでですね取り上げられてあのそこだけ取り上げてですよ、えー、まあ何ていうか否定的に言われたことあると。だけどまあ本当人が言ったのは、まあ、税金無駄な税金を使わないってことで言ったんだと思うんですね。 えー、何の必要性があるんだとあいうことですね。必要性っていうか、その、何ですかささ、採算として合ってないものをやる、まあ、1位じゃなくて2、2位じゃなくて、二位じゃダメなんですかって言い方したんですね。ええー、まあ、それはまあ、世界にたった一つとかいう問題じゃなくて、えー <laughs> ナンバーワンじゃなくてもうナンバーツーでもいいんじゃないんですかっていうことですね。<laughs> だけどまあそれは問題発言だったんですね。でナンバーワンであることはまあ不合理でもいいとでもまあなんですかナンバーワンとナンバーツーとオンリーワンってどう違うんだって話ですね。それってまあみんなそのえー、日本の科学技術がオンリーワンになりたいって言うならまだわかるんですけどね。あの その2位じゃでですすすかかっていうこことととを出すと抜かれるなんですね、どっかにねアメリカとか中国とかにねそうなってしまうとえー、なんかこうまた別の意味が出てきてしまうということですよねええー、じっああの時じゃあ1位2位じゃなくてオンリーワンになれるように予算組んだらいいんじゃないですかって言われればもしかしたら問題なかったのかもしれないですねだからその言葉の使い方でええー 文脈を超えて一人歩きして、2位でもいいと、敗北主義だみたいな <laughs> 感じであの、さらにはその日本の科学技術を馬鹿にしてるとか、まあそういう文脈で、なんかバッシングに使われてしまうような、まあい言い方をしてしまったってことですね。で、それは、その言葉、いまだにその、なんかことあることに聞かれると、2位じゃダメなんですかって言葉がですね、一人歩きしてるところはあると思うんですね。えー、ということです。だから、 あのでも2位じゃ2位でいいじゃないですかってことは肯定的に使うこともできるんですねあの競争してもしかしてです頑張っても2位にしかれな,なれなかった人にまあ2位でもいいじゃないですかって言って言ってあげることもできるしまあ <laughs> 肯定的に使えることあんまりないかえー、まあねあんまり頑張りすぎて倒れちゃうみたいな人にね 頑張んなくてもいいんだよっていう意味で2でもいいんだよっていう言い方もできることもまあもしかしたらあるかもしれないですね。まあだからその言葉の意味っていうのはその文脈によって肯定的にも捉えられるし否定的にも捉えられるということですよね。だからそういうふうに行ったり来たり都合のいいように言葉を使ってるわけですよ。同じフレーズでもですよ。まあ例えば私がよく言うのは安全保障って言葉ですね。安全保障って誰が保障してんだって話ですね。国家が国民の 安全保障してやってんだって上から目線だとすごい高圧的に見えるとだけど国民の方が安全保障してくれと我々は法律によって安全保障される権利があるんだって言ってる時はあ肯定的な意味だと思いますよ国民の安全を保障してくれとでも女将の方からですね国民の安全保障してやらないとそれは国家の義務だとか言い出して まあ軍事予算を増やすっていうと、なんかちょっと抵抗があるわけですね。国民の方が求めて、我々の生命と財産を守るために、安全保障をしっかりやってくれって訴えるんだったらあ、肯定的な意味だと思うんですよ。だ、誰が言うかで、統治者が言えばですよ、政府内閣が安全保障を強化したいっていうと、国民のためにやってるような感じじゃないんですね。それどっちかというと、えー、なんていうか、 押し付けがマスク聞こえると。でも国民の側が、えー、国民世論として求めたいっていうことであるならばあそこは何か議論の余地があるっていうかあまあ自分たちの安全とかっていうことについて考えるきっかけになるところはあると思うんですねだから誰が言うかによってあの安全保障って言葉はいろいろな意味を持ってくるってことですね アメリカが安全保障っていう場合は、アメリカの安全保障だけ言ってんじゃないですね。世界中の安全のこと言ってんだと思うんですね。で、日本がそのアメリカの安全保障っていう枠組みの中で日本も安全保障をっていうと、なんかその平和維持軍を送るって話なんですね。それは、そうなると、世界の安全を守るってことは国民の 財産とととかを守ることと別の話になってくるんですね <laughs> 世界平和を守ることと国際秩序を守ることと国際秩序を守るのはあ日本の国家の責任ではあるんですけども日本の国民の責任じゃないですね。日本の国民の責任っていうのは日本の中の安全保障だけ守ることなんですよ。だけど日本の政府内閣が安全保障だっていうと国際的な意味で言ってるんですねほとんど前が。で国民のあなた方の生命とか財産を守るためですって。 えー、言うとなるとそれはいや我々が別にそこまで求めてないんだからあー結構ですっていう,いうそれ意識のズレが出るんですね誰が安全保障っていうかによって政府が安全保障っていうのは、国際秩序の中の安全保障ですよだけども国民が安全保障って言う,う,う場合は自分たちの生命と財産 の安全保障ですねってことなんですよ。で我々が日本国民がいきなり政府をすっ飛ばして世界平和を世界の安全保障だっていうことがあるかっていうとおそらくないんですよこれね。だって我々は我々の生活で手一杯だから、えー、そんな、まあ、心優しい人は世界の戦地にいる人たちは気の毒だから安全保障を強化しましょうって。 言うかもしれないですけど、じゃあお前がじゃあ行ってみろって話になると、いや、そこまではできませんって話になりますね。例えばな、南スーダンの安全保障が大切だと、じゃあお前があの駆けつけて、1人で行きゃいいじゃねえかって言われると、偶の,の根も出ないじゃないですか。だってそこまで南スーダンに親戚がいるって言うなら、ね、家族がいるとかね、言うんだったら行くかもしれないですけど、全然見ず知らずの土地で、何の血縁関係もなくて。 助助けけるかとと、助けないうなでも国家っていうものが一個挟まると日本国の,その国際秩序の中での役割っていうのが出てくるわけですね。そうすると南スーダンでなんかこの平和維持活動をしなきゃいけないという要請が国際社会からあるって話なんですね。あるからあ、まあ、国際秩序を守るために、えー、日本も協力しなきゃいけないっていう。 ことになるとまあ誰が言うかによって安全保障っていう言葉の意味は変わってくるんですね。えー、ということですね。でそれと同じように世界にたった一つの花っていうのも誰が言うかによって変わってくる。また誰のことを指してるかで変わってくると。そういうのがメタファーだと思うんですね。ですごいは振り幅が大きいんですよ。でその振り幅の大きさっていうのはああ 何て言うんですか、その時その時に都合よく使われちゃうと、まあ、言い訳とか自己正当化になっちゃうってことですよね。えー、自分を守る言葉にもなるけど、相手を傷つける言葉に,なるにもなるかもしれないと。まあ今では言えば愛国って言葉ですよ。愛国って言葉も別に、誰が言うかによって、言葉がの意味が変わってくるんですね。肯定的に捉えられる場合と否定的に捉えられてしまう場合があると。 えー、でも、今の世の中っていうのは、まあ、ソーシャルネットワークサービスとかですよ。もうなんかもう、ツイッターなんか彩であるもんですけども、短い言葉で話を、まあ、新聞の見出しとか、まあ、ワイドショーのテロップとかですよ。もう短い言葉で、えー、一、ま、つ、ワンフレーズポリティックスじゃないですけど、一つの言葉をめぐってですね、わわわわ言うようになってると。で、そこの文脈っていうものは、もう、コロ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 変わると。 いう世の中になっちゃうんですね。で、えー、一つの言葉をめぐってワー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 、わー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 騒ぐ。騒いでんですよ。でそ、そのメタファーをめぐって、右行ったり左行ったり振り回されちゃってる部分があるということですね。えー。ということです。まあ、それはメタファー。言葉のメタファーの役割ですね。 で、イデアっていうのは逆に言うと、まあ、自由とか、愛とか、友情とか、まあそういう目に見えないもんですね。目に見えないもんだけども、当事者同士で話し合えば見えるものですね。えー、まあた、例えば親子の愛っていうのはあるとしたらお、その親と子供の間にはあるんですよ。でも第三者には見えるんだかどうだかわかんないですけど、当事者同士たちでは、ま毎日一緒にご飯食べてるとか、一緒に生活してるって中で、えー 家族であったり親子であったり愛を感じるときがあるんですね。で、そ,それについて、えー、まああのエイリヒ・フロムっていう人は愛するということって本書いてるんですけどあの普通に生きててパンを食べてるだけでも愛が生まれるときあると同じパンを食べてそのパンについて語ってるときはそのパンの味わいについて語ってるときはですよ。 あそれは第三者は分かんない話ですよ。当事者は同じものを食べてる人同士でしか分からない感情があって、それについて抽象的に話すんであれば、それは愛するって恋なんだっていうんですね。だけども、もしですよ、えー、テレビ見ながら喋ってると、ロンドンハーツを見ながら喋ってるっていうと、俺は違うって言うんですね。同じ経験じゃないと。だからテレビってもの、メディアを通して受け取ってるものを話してる。 っていうのはあ他にもテレビたくさん見てる人いるわけですねでそういうものっていうのはすごい抽象的な話しかできない、えー、話しかできない可能性があるでもまああるいは観葉植物のことも書いてあるんですけど同じ観葉植物を育ててサボテンかなんかそ育ててて花が咲いたとだまあつぼみが出てきたとでこのつぼみはあれ5年前も出たことがあるとそんなようなことを話すんであればあ確かに5年前もつぼみが出たとであの年は いいことがあったと。いや、悪い悪いことがあったと。じゃあ今年はいいことが起こりそうだとか、悪いことが起こりそうだとか。当事者同士しかわかんないことを喋ると、抽象的に喋ると。えー、いうことができれば、それはお互いにしかわかんないサボテンとかパン、パンの味ってものを通してイデアを見てるから、まあ、ああ、すごい高,高度なコミュニケーションであると。だけども、えー、他にメディアで、 テレビとかですよ。まあスマホだとか、そういうものの中でのものを、えー、扱って喋るってことは、イデアにはならないですね。どっちかというと、メタファーに振り回されてるってことに、えー、なっちゃうっていうことですね。そうすると、テレビを見て一緒に喋るっていうのは、あ、難しいそ。相当、頭の中身が一緒じゃないと、難しいですね。 私、人と映画見に行くの嫌いなんですけども、なぜかって言うと、私が見たものを見てないからですよ。一緒に行った人がね。なんでそんな偉そうなんだって話。まあ、そういうことがあると、がっかりするんですね。同じ映画見てて、もう、全然受け取ってるものは違うってなると、もう、それをすり寄せていくっていうことは、他のことでやった方がいいってことですよね。ってことになっちゃうんですね。私が読書会をやるのは、 読書っていう営みを通して、えー、抽象的なことを分かってもらう。まあ、抽象善とか悪で、善悪について分かってほしいんですね。一つはね。善悪って難しいんですよ。だって目に見えないから。イデアだから。いい,いことって何なんだと、悪いことって何なんだって、あの、会話しなきゃ分かんないんですよ。じゃあ愛とは何かとか、友情とは何かもそうですけども。えぇ、ー、 だけど、テレビを見てると、テレビって別に善悪なんて言ってないですから、まあ、ワイドショーがもしかして、コメンテーターがこれは良くないことですとか、言うかもしれないですけど、まあ、それはそいつの意見であって、それが本当に損なのかっていうのは、その人と、自分が思ってることと、その人、そのコメンテーターと、話し合ってすり寄せていかなきゃいけないんですけども、まあ、メディアっていうのは一方的にこっちが受け取るだけなんで、えー、双方向のやり取りはないんですね。コミュニケーションがないわけですよ。 えー、で、そうなると、まあ、ただメタファーを受け取ってるだけになっちゃうと。テレビの中で作られてる善、良きことらしきものをただ浴びてるだけになっちゃうんですね。ということでですね。だけども、まあ、読書会をやって感想文書いてもらえばですよ。私はこれがいいと思いますって書いてもらえれば、いや、僕が違う角度から見ました。どうですかって言って、双方向でやり取りできる、 チャンスが作れるわけです、ね、でそうやってやって、イデアを、イデアってものを理想,理想っていうか理念っていうものを、ん、にエネルギーを注いでいくことができると。だけどメタファーってのはエネルギーを注ぐもんじゃないんですね。えー、なんていう、いうですか。イデアってものがお互いに一緒に、なんか毛糸のマフラーでも編んでいくようなもんだとしたら、 もももうううメタファーっていうのはもう売ってていのは売るもんなんとかね。まあ、GU とか島村に売ってるものを買ってきてやりくりしてるようなもんであってそこに創造性生産性がないっていうことになっちゃうんですねえー、まあ生産性がないっていうかまああとは選択の余地しかないわけですねいい意味で取っていくか、えー、島村のマフラーがいいのか自由のマフラーがいいのかどっちがリーズナブルなのかどっちが センスがいいのか、どっちが種類が多く売ってるのかとかそういう、そういう比較になってきたんですね。えー、それはさっき言ったように、世界でたった一つの花をな何と取るかというのと一緒ですね。その選択だけになってきちゃうと。えー、いうことですね。世界でたった一つの花っていうのは、いいことなのか悪いことなのかってわ,わかんないですよね。僕は、 あの言葉に全然惹かれないからなんかどうでもいいじゃねえかって思うなんかただ自己弁護のためになんかまあもしかしてですよ一つ考えられるのはかあんまり社会に適応能力のない人が自己正当化のために、えー、あの歌を歌ってるって僕は見ちゃいますけど、まあ、他の人だとみんなあのそれぞれ違うものを多様性を認め合いながら生きる優しい社会ってものを見てるのかもしれないですよね。 で僕は多様性を認め合って生きていける優しい社会なんて、えー、まあそれは理想とはしてるけど、まあ、じゃあそういう世界がい,、まあ、いいものだと思ってる人がそうやって撮ってるとだけど多様性を持ってみんなが認めてる社会ってまずコミュニケーションがなきゃ成り立たないのにそういうものをたった一つの花っていう形でメタファーとして捉えるっていうのはあなんか恐ろしい世界だなって思いますけどね えー、まあそう思わない人にとってはあれはなんか自己正当化のための歌で、えー、息苦しい世界に生きてるけどあの歌に救われましたって話にな,なるかもしれないですね。えー、で救われたって言うけどな何が救ってどうなったんだか分かんないですけどまあその時気持ちが楽になりましたってことなんですね。まあ楽にな,な,なるのはいいと思いますよ別にそれは否定できること否定するべきことじゃないですけども。 えー、私からすると、なんかあの歌が作られてる意図っていうのは自然発生的なのかどうかわかんない。なんか押し付けがましい。価値観の押し付けみたいな感じが、まあ、を感じてしまうということですね。えー、そういうことを思うと。だけど世の中はなんとなく優しい、ほんと優しい関係が好きだから、あの歌がいい、なんかみんなの多様性を認めて、それぞれ花としてオンリーワンとして咲けばいい、そんな社会。 いいですみたいなね、えー、ことだってことですね。えー、と思ってるということですね。えー、それはじゃメタファーの世界だと。で、ね、一方、イデアの世界っていうのは、またそれは別にあると。生身のコミュニケーションの中からしか出てこないということですね。そういうことが言いたかったんですね。ということでした。えー、まあ、そんな話です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。